けどどうもそうじゃないそうです。ということで今回はですね、なんと乃木坂46斉藤飛鳥卒業コンサートのブルーレイ &DVD の発売が決定しました。はい、ということでね、昨日の乃木坂工事中のね最後に発表されて、ね、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、飛鳥ちゃんのね卒コンのブルーレイ &DVD 発売決定ということで、2023年5月に東京ドームにて開催した乃木坂46斉藤飛鳥卒業コンサートがブルーレイ &DVD として商品化することが決定いたしました。ありがとうございます。商品タイトル乃木坂46飛鳥斉藤グラディエーションコンサートとして2023年10月25日に発売いたしますということで、発売日はね10月25っていうことなんですけど、いやめちゃくちゃ早いですよねこれ。円盤化されるのね。だって5月に行われてライブがね、卒業コンサートが行われて、そっからね5ヶ月後ぐらいだからね、10月25日発売ってことは5ヶ月後に円盤化っていうことですから、めちゃくちゃ早いよね。いやなんかやっぱ円盤化されるのって早くても1年後っていうイメージだったから、個人的に1年後ぐらいのイメージだったから、こんなに早くね円盤化されるっていうのはすごいなというか、さすがアスカちゃんやなとさすアスやなっていうね感じなんですけど、まあ円盤化なんてもんはね、早ければ早いだけいいからね早ければ早いだけいいですから、これはありがたいなと思うね。だってさね、5月にさ卒コン行われて、まだねそのアスカちゃんの卒コンの余韻残ってるもんねそれは長すぎお前、余韻お化けやんけお前。いやでも本当にもう鮮明にね、思い出されるぐらいというか、まあ忘れることないんですけどね、あのライブはねアスカちゃんの卒コンはねもう忘れることないですけど、本当にまだ鮮明にね、記憶に残ってるぐらいですから。だってまだねそんなに時間経ってない、まあ時間経ったは経ったけど、ね、そんなに今の時点でね4ヶ月ですから、で円盤化されるのが、発売されるのが10月っていうことで、いやマジで、ね、すごいなと、早いなということで、めちゃくちゃ嬉しいですもんもうこうやって久々にねアスカちゃん関連の動画を撮れるっていうのもまず嬉しいですし、この斉藤飛鳥卒業コンサートのブルーレイの DVD 出るっていうのもね、もうマジで嬉しいなと、ありがとうございますと。2日間で10万人を動員した斉藤飛鳥卒業コンサート、もう改めてすごいですよね。東京ドームで2日間っていうのはね、約12年間乃木坂46として活動してきた斉藤飛鳥のラストステージは必見ですということで、コンサート2日間をコンプリートした完成全生産限定版ブルーレイ DVD には特典映像を収録いたしますと、特典映像の詳細は後日発表いたしますのでお楽しみにお待ちくださいという、この特典映像も楽しみっすね。どんな特典映像になってるのかっていうのね、楽しみ後日っていうことで、商品概要を見ていきたいと思います。乃木坂46飛鳥斉藤グラディエーションコンサートブルーレイ DVD 発売日がですね、先ほども言ったように2023年10月25日発売となっております。で、ブルーレイ DVD ともにですね、完全生産限定版通常版あるわけなんですけれども、まずはブルーレイですね、ブルーレイの完全生産限定版の方が3枚組となってまして、価格がですね税込み25,300円となっております。そして特典映像が収録されますよという感じになっております。そして通常版ですね、通常版が Day 1 Day 2とありまして、それぞれですね税込み9680円となっております。こちらにはですね特典映像というのは収録されないのでご注意ください。そして DVD の方ですね、DVD の方もまあ同じ感じになってるんですけれども、まあ、値段がねちょっと違いますよと、ブルーレイとちょっと安くなってますよと、ブルーレイよりちょっと安くなってますよということで、 DVD の方の完全生産限定版 DVD 5枚組ということで税込み23,100円となっております。で、まあ、こちらにもですね特典映像ブルーレイ DVD ともに完全生産限定版には特典映像が収録されますよということになっております。そして DVD の方の通常版ですね、Day 1 Day 2ありまして税込みそれぞれ、8580円となっております。まあ、これに関してはですね、もう本当にもう強くブルーレイをおすすめしたいなと、まあ、値段的にはね DVD よりちょっと高くなっちゃうんですけれども、まあ、DVD 今時ね DVD 買ってる人もまあ少ないのかなと思うんですけども、ブルーレイをね、おすすめしたいですし、まあ、今回に関してはもう強くアスカちゃん推しとして、あの完全生産限定版の方をね皆さんには買っていただきたいなというか、やっぱ Day 1 Day 2どっちかってもう選べないんですよこれね、もう本当にもうどっちも頂点だからどっちも頂点のね、ライブだったからもう本当に選べないんでね、これはマジでね完全生産限定版 Day 1 Day 2両方ね入ってる完全生産限定版のブルーレイ、まあ、25,300円は値段高いですけれども、ぜひですね今回に関してはこの完全生産限定版ブルーレイの方のね完全生産限定版をねもう強くおすすめしたいなと、もう一番おすすめしたいなと思います。今回はねこの飛鳥斉藤グラディエーションコンサートのブルーレイ &DVD の特設サイトも開設されておりましてね、特設サイトまで開設されるって
やっぱもうアスカちゃんなんよな、アスカちゃんすごいなっていう感じですけど、特設サイトも開設されておりまして、まあ、そこではね先ほどあった商品概要だったりだとか、まあ、あとはセトリですね、Day1、Day2 のセトリが見れたりだとか、ライブフォトですね、ライブの写真が見れたりなんかしますので、ぜひですねこの特設サイトも皆さん、それぞれねチェックしていただけたらなと思います。まだですねこの乃木坂46アスカサイトグラデーションコンサートブルーレイ&DVD の CD ショップ、別チェーン別、先着特典、も決定しておりまして、まあ、それぞれね、店舗ごとに特典がありますので、まあ、予約する人だったりとかですね、この特典に、を見て予約するどこで予約するか決めてもらうっていうのもねいいと思うので、こちらもですねおのおのチェックしてどこで買うか決めてみてください。はい、ということで今回はね乃木坂46サイトアスカ卒業コンサートのブルーレイ&DVD が発売決定ということで、いやこれはね嬉しいサプライズというかだったんですけども、もうあのね伝説のもう感動のライブが再びね映像として見れるということで、もうこれほど嬉しいことはねないと思うし、まあ、個人的にも本当に忘れられないもう一番のライブだったと思ってるので、もう現地ね右上席とステージバックがありましたけども、現地行けてアスカちゃんの最後をね見届けることができた、もう本当最高のライブだったと思うので、この円盤かブルーレイの DVD っていうのもねもう僕は買いますよこれ買わないとお前バカでしょえこれ買わない人いないよねさすがにね、これはもうね絶対買うべき、商品が何なのかなと思うので、ぜひ皆さんもね、予約してもらったりだとか買っていただけたらなと思います。ということで今回はこれを終えたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ても散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。